岸田首相は好機を逃したのか日中首脳会談中国に格下扱いされた痛恨のミス中国の積極的な姿勢まずは11月16日午後米西部標準時間日本時間17日午前に米サンフランシスコで開催された日中首脳会談から解き起こしたい 岸田文雄首相は同地で有名なユニオン広場近くのホテルセントレジスサンフランシスコで中国の習近平国家主席と予定時間をはるかにオーバーする約65分間会談した日中首脳会談出席者は以下の通り中国側日本側に向かって右から6蘭仏安財政部長4郝金剣 共産党中央政策研究室主任。二、再起、共産党政治局常務委員、中央書記助書記、当序列5位。一、習近平国家主席、共産党総書記、序列1位。三、王毅中央外事工作委員会弁公室主任、外交部長。五、帝作決。 国家発展改革委員会主任。七、王文賓商務部長。八、バー長局外交部副部長。中、数字は赤字順、プロトコルオーダーを表す。日本側、中国側に向かって左から、六、ナマズ博之外務省アジア太陽州局長。 7. 大鶴哲也、首相事務秘書官。3. 秋葉を雄国家安全保障局 NSS 局長。1. 岸田文雄首相。2. 村井秀樹官房副長官。4. 島田隆首相書籍秘書官。5. 船越武弘外務審議官、各個政務。八。 大田学外務省アジア太陽州局中国モンゴル第一課長。同様に数字は席次順。この日中首脳会談出席者名と席次は非公表である。このリストから見て取れるのは、たとえ共産党、政治局常務委員、政治局員、中央職所書記が国務員、政府を指導する中国であるが、 国務院の部長、大臣が3人、外省、財務省、商務省も出席したのに、日本側は大きい外交部部長のカウンターパートである大臣級の秋葉 NSS 局長のみだった。この席次から今回の日中首脳会談に向けた中国の意気込みが伺えた。その理由は、第一に、現下の中国経済の低迷と金融リスクの高まりに危機感を強める習近平氏が、 同15日のジョー・バイデン大統領との米中首脳会談に続く、岸田氏とのトップ会談も成功させる意気込みで臨んだのは間違いない。そもそも、習主席訪米直前の9日から10日に、サンフランシスコ入りスタ副審であるカー・リツホー副首相、党中央財系委員会弁公室主任が、ジャネット・イエレン財務長官、ジーナ・レモンド商務長官、キャサリン・タイ 米通商代表部、USTR 代表らと精力的に会談を重ね、米中首脳会談の落としどころを探っていたのだ。岸田は好機を逃したのか。一方、10月26日から28日に訪米した王毅外交部部長は、ワシントンでアントニー・ブリンケン国務長官、 ジェイク・サリバン大統領補佐官国家安全保障担当と会談し、米中二国間関係からパレスチナ、ガザ情勢、ウクライナ戦争、台湾問題まで踏み込んだ議論を行っている。滞在中にバイデン大統領表敬も。こうして約4時間のロングランとなった米中首脳会談は、米中双方が軍事トップ対話ルートを再構築し、 リスクを管理し、緊張のさらなるエスカレートを防ぐことで、基本合意を見た。事実、王毅氏は、首脳会談後の会見で、戦略的かつ歴史的なものであり、今後の両国関係の指針となると高く評価した。一方、日中首脳会談実現に向けて、日本サイドはいかに対応したのか。岸田、習近平会談に先立つ、11月9日夜。 首相の外交安全保障政策ブレーンである秋葉氏が北京を訪れて王毅氏と3時間半超に及ぶ事前協議を行っていたのである。この秋葉氏による王氏への強い働きかけがなければ日中首脳会談は短時間で終わる可能性が高かった。米中、日中首脳会談後の中国側の反応に違いがあった。 中国国営メディア及び外交部のウェブサイトでは、バイデン大統領との会談を不意ウと表現し、岸田首相との会談を不意自演と位置づけの差別化をしている。前者は厳粛で重要な面会に用いるが、後者は重要度が少々軽い印象を与える記述なのだ。では、なぜこうした差が生じたのか。もちろん会談時間が4時間超と1時間余りの違いはある。 しかし、日中首脳会談の中国側出席者が、共産党序列5位の蔡木政治局常務委員、閣僚3人、各個その中の王毅氏は政治局員外交部長であり、日本側は閣僚級の秋葉 NSS 局長ただ1人であった。同時期同地に西村康稔経済産業省と上川陽子外相がアジア太平洋協力会議 APEC、 インド太平洋経済枠組み IPEF 閣僚会合出席のため滞在していたのだ。人選ミスだと感じたのは筆者だけではあるまい。このように総括すると中国側がなぜ対日、対米間に差をつけたのか理解できよう。習近平指導部は実は国内の厳しい経済情勢からも一歩踏み込んだ対日関係の改善を望んでいた可能性が捨てきれない。 岸田氏はビッグチャンスを逃したのか。故安倍元首相らと異なり、岸田には政策決定権がない。自身の政治姿勢に核となるものがないから、何が正しく何が効果的か皆目検討がつかない。だからどうしても場当たり的、爽化的になってしまい、相手にも印象が薄くなる。 加えて、新中の高知会、公明党がついているから、徴工外交になる。相手との交渉でも、駆け引きの論議の中で方向性が変化すれば、独断で決断しなければならない場面も出てくるが、そんな知恵は毛頭持ち合わせた頭ではないから、一旦国内に持ち帰り、検討して返事するとなり、結果時期を逸することになる。 まあ、首相の肩書きはいらず、伝書鳩でも務まることをわざわざ首相の名で行い、愚か者が正しく愚か者と認識されただけ。この人が総理である限り、日本の国益は損なわれ続ける。習近平主席が岸田文雄首相と握手した態度から読み取れる日本への心理。 岸田文雄首相と中国の習近平国家主席がアメリカ・サンフランシスコで16日、日本時間17日、首脳会談を行いました。両国の間には尖閣諸島、台湾情勢、東京電力福島第一原発処理水をめぐる問題など懸念事項があり、注目されました。筆者が注目したのは、両首脳のファーストコンタクト時の振る舞いです。 習主席はこれまでの首脳会談において表情や態度といった非言語で相手国との距離感を示してきた様子が散見されたからです。表情、仕草分析の専門家の視点から習主席の心理を読み解きます。軽く口角を引き上げ、体正面をカメラに向ける。 会談は中国の滞在席ホテルで行われ習主席は岸田首相を迎え入れます岸田首相と握手を交わし軽く言葉を交わしている最中の習主席の表情を見ます軽く口角を引き上げ笑顔です昨年11月の岸田首相とのファーストコンタクト時習主席は口角を引き上げるだけでなく歯も見せ大きな笑顔を見せていました それに比べると、笑顔はややゆる、ゆるやかですが、不愛想な仏頂面。各個2014年11月の安倍晋三元首相との握手時に、習主席は満面の仏頂面でした。ではありません。これは、融和的な態度の表明と言えるでしょう。中国側が今回の会談に積極的であったとの一部報道にあることから、習,習主席の表情には納得がいきます。 興味深いのは、両氏の体の向きです。習主席は自身の体正面を岸田首相の方にやや向けてはいるのですが、大部分はカメラに向けています。一方、岸田首相は、体正面を習主席の方に向けているため、カメラからは首相の横姿が目立ちます。横の岸田首相と正面の習主席。この構図は、テレビ画面を見ている人にとって、 習主席の存在感を際立たせますただでさえ、岸田首相より体格の大きい習主席ですが、体正面をカメラに向けることでさらに大きく見えます。自身の優位性をアピールか。地位が高い者や力の強い者は、列位の者のに比べ自分を物理的に大きく見せる姿勢や態度を取る傾向にあります。具体的には、 胸を張る。肩幅以上にスタンスをとって立つ。両肘が外側に向くよう両手を腰に当てるといった姿勢です。これらはリーダー姿勢などと呼ばれます。一方、列位のものは自分の姿勢を小さくする。具体的には肩を落とす。肩幅より狭いスタンスで立つ。両手を重ねて下腹部を守るように添えるといった姿勢です。こちらはフォロワー姿勢などと呼ばれます。 たとえ実際に自身、自国が上位だとしても、具体例で挙げたような明らさまなリーダー姿勢を取るわけにはいきません。あまりに失礼だからです。そこで習主席は体の正面をカメラに向け、自身を大きく見せ、さりげなく自身の優位性を視聴者に演出しようとしていたものと推測します。偶然この姿勢だったのではないかという可能性は低いと考えます。 なぜなら、握手を交わし、会話をする相手と正面で向き合わずに、横向きで話すということは、コミュニケーションにおいてあまりに不自然です。また、相手に対し、自身の優位性を直接示そうとするなら、相手に向かって胸を張り、体正面を向ければ済みます。岸田首相より体の大きい習主席なら、それで十分です。しかし、そうはせず、カメラの方へ体正面を向けていたのです。 視聴者へのアピールの可能性が濃厚です。